これから2時間目の寝方入学式の勉強を行います。はい、気をつけて、お願いします。たくさん作るんだと思いますね。こういう中で作るのは初めてですね。編集戦で初めてですね。はい、はい、まあ、頑張りましょう。はい、はい、今日やることなんです。皆さん前回までの生活単元学習で何をしてたか、黒ペン探しってやると結構あるかもしれませんが、みんながねよく使う黒ペンが一回なくなったことがあって、じゃあどこに買いに行くのっていうところで、どこにあるんじゃない、意外とわからなかったので、みんなで買いに行きました。そうですね、全部で7箇所行きました。今日は、まあ、もう黒ペンは分かったんです。黒ペンはね分かったんです、どこに行くのね。今日は黒ペンじゃなくて、それ以外にみんながいつも使っているもの、前みんなにたくさん出してもらいました。はい、はい、それをちょっと先生があまりにもたくさん出てたので少し選んできましたので、ちょっと前にもありますね、たくさんあるので、でまた2種類に分けてもらいたい。はい、一つは何回か学校で、よいしょ、学校でよく使ってる。はい、そしてこっちは家でよく使ってる。この2種類に今からこれをみんなに分けてもらおう。いいですか。はい、分けれそう。はい、4人で分けてもらおう。はい、分けそう。はい、はい、じゃあお願いします。ちょっと分けてものがどこに売ってあるか予想してください。はい。家の方、こっちに貼ってあるものをどこに売ってるんですかね。どこで買えますかねっていうのをちょっと予想してください。で、まあいきなり予想してくださいっていうのもあれなので。ちょっと考える時間を出します。はい、考える時間を出します。ちょっと
まずちょっと5分取ります。5分でちょっとメモ書いて。予想してみてください。まず自分で予想してみてかもしれん。でもいい。予想で。じゃあ今から予想してもらおうと思います。はい、ね。どういうふうに予想してもらうかっていうと、このカードをここにあるかもって思ったところに貼ってください。はい。じゃあ予想したら。予想したらですね。はい。で、貼るときに、さっきね、理由もちょっと、たら考えてねと言ったんですが、予想するとき、あるときにできたら理由、こうだと思ってそこだと思うんだけど、そうだから例えばセブンだと思う。見たことあるけ、これセブンかもしれないとか、もしか実はこれ買ったことあるここで、そういった理由があれば、ペアの人にね必ず言って予想してみてください。ペアは売ってないです。10ペアだよ。ペアさんから誰だっけが売ってるからもしかし売ってない。これだからこっち行ってもセブンだと思う。どうやったんだってなんて思うんだ。私のとかになるし、愛鳥とか人間鳥とかがあると思う。Okay.
聞いて、ちょっと店長に聞いてあげたら。うん。ね、こっちにはいかしてもらっていいよ。もしかしたらどこにも売ってないものも入ってるかもしれませんね。自動帳はないよ。ないよ。これはどこにも売ってないっていうのはまあ残しておくと思う。どうぞ、これを売ってないよ。どうせはないよ。これもないよ。書いてないよ。書いてないでしょ。自動帳もない。結構。何？
バンはない。カバン。カバンって、はい、自転車って自転車。カバン？タグないよ。ベッドって。ベッドとか言ってるか。え、ないでしょ。ないよね。あ、ないでしょ。自転車に。え、ないでしょ。いや、ないよね。タグないよ。タグない。タグないか。ないか。もしあると、あんまないところがあれば、カバン。ないね。カバンやってる。はい、これはね。なんか意見がなかなかあるないあるないというところもあれば、ね、こうかもしれないで意見が一致しているところもありましたが、次ちょっとね発表ということで私からちょっと聞いてみたいと思います。それに答えたら、じゃあ学校の方からいってみます。はい、まずマスクがたくさん与えますね。マスクは順天堂以外もある。はい。ある。あります。これは2人とも一致してますか。はい。なるほどね。なんでそう思ったんですか。理由を教えてください。理由は、マジックは、コンビニや中華、大腸、中など、には基本的にマスクを使うから腹筋力から6つの点に丸をしました。以上です。ありがとうございます。同じ意見ですか。同じ意見ですか。はい、はい、で次が物差しですね。物差しはダイソーと順天堂にある。はい、これも同じだった。はい、はい、ダイソーは順天堂になりますか。物差しは順天堂になりますか。多分見た気がします。見てはないけど多分ある。で実はこの中で私が見る限り揉めていたのは、
アルコン2人ともあった理由分かっている、うん、お父さんも漫画見たでしょ、はい、お父さんが漫画を買ったり、あ、漫画を買ったりしたどうせみたいな、俺は確かかもしれませんどうですか、漫画納得ですか、漫画はあると思いますけど、うん、シャンプーがあ、こっちこっち、次シャンプーなんですね、シャンプーがないと思います、うん、シャンプーがないと思います、なんでシャンプーがないだってコンビニ、うん、コンビニ食べ物とか食べ物本とかそういうの食べ物とか本質とかそういうのしかない、うん、でも仲いい、食べ物じゃないか、聞こえた、じゃあ聞こえた、食べ物じゃないか、シャンプーとか、でも写真食べ物じゃないし、これは食べ物です、さすがに、さすがにさすがにシャンプーはないと思うよって方と、どうですか、まあ、どうか、どうか、まあ、ちょっと前なんか見て、まあ、ちょっとなんか物とかのところに何かあったような記憶が、うちも ないとか思ってた揺れてますかね、はい、でもあったような気がする物とかのところにね、はい、わかりました、そこもちょっと用を確認ですね、じゃあトイレットペーパーは今みんなが考えてこうやって先生が聞いてね、いろいろ理由を答えてくれました。その中で、みんなが同じ意見のものもあったし、いや、これ違うんじゃないのっていう違う意見もありましたね、はい、なかなか納得、みんなが納得しきれないものもありましたが、これを、じゃあ次、白黒つけましょう、白黒つけましょう、意味わからない、実際に確認しに行きます、この予想がどっちが当たっとったのか、ね、みんなが同じね意見だったものもじゃあ本当にあるのかちょっと確認しに行きたい、これで2時間目の生活科見学習の勉強を終わります、はい、よろしくありがとうございました。